これより第2部、扇はどちらへ翻るかを始めさせていただきます。第2部ではですね、和へ歌合わせということで、歌合わせを行いたいと思います。歌合わせと申しますのは、左肩と右肩に分かれて、お題に従ってそれぞれ、即興で和歌を読み、判者によって勝敗を決するというものですけれども、ここではですね、ちょっと特別ルールで、100人衆の中からですね、歌を選んで、右肩と左肩とで、それを読み上げるというような、方法を取りたいと思います。それでは、まずは演者の皆様お入りくださいませ。それではこれより和へ歌合わせのルール説明をさせていただきます。左肩に太田さん、右肩にマクミランさんにお座りいただいております。先ほど申し上げたように100人一首の中から歌を選んでですね、その歌を左肩は日本語で、右肩は英語で読み上げを行います。そしてですね、それぞれ左肩右肩に白拍子がチームとなって控えております。左肩右肩それぞれの白拍子が和歌の心を胸に舞いを舞います。そういたしますと、和歌を読み上げの声とですね、舞のコンビネーションの総合的に判断いただいて、いいなと思った方に皆様には大きな拍手をお送りいただきたいと思います。そしてですね、皆さんの拍手の大きさを踏まえて、あるいは踏まえないこともあると聞いてますけれども、判者、キャンベル館長から、判が下され勝敗が決さ、を決するというようなルールでございます。それでは、よろしくお願いいたします。ここに100人衆から、5種の、カルタが、あります。そのうち、今日時間に限りもありますけれども、まずなんとか3番まで、使いというふうに思っています。余力があれば、余裕があればまた、進めていきたいと思います。ランダムにいきたいと思います。まず1番を、聞きます。読み上げます。三好能のということで、左肩から、はい。三好能の、山の秋風さよ吹けて、ふるさと寒く衣うつなり。
A cold mountain wind blows down on the old capital of Yoshino.As the autumn night deepens, I can hear the chilly pounding of clothes being では一番、左と右が揃えましたので祝儀をしたいと思います、3個までに皆さんどちらが良、かったのでしょうか。拍手で、拍りたいというふうに思います。まず、左方が良かったという方は拍手をしてください。右方が良かったという方はどうぞ拍手をしてください。拍手の数はほぼ一緒というふうにいたしまして、これは、まあ、実に好つつけがたいところではありますけれども、一番を右の勝ちとさせていただきます。左の方大変ご苦労様でした。お父さん最初にちょっとっていうちょっと余計な音拍が一つだけ入ってたような気がしましたけれど、それは特に問いませんけど、白拍子の本当に白を吹けてというところで本当にこうちょっとブルッとこう冷たい風がちょっと袖からこう背中を通ってたような感じがしまして、後ろからその部分拝見もしてましたけど、とても良い本当に、まあ歌の心を胸にという言葉が先ほどありました。とても感じました。ご苦労様です。右肩ですけれども、まず前がとても確かにきっちりと、されていて、歌が美しく表現されていました。英語は訳そのものは当然これは大変高い評価をすでに得ている訳でして大変良かったんですけれども、今回とても良かったと思ったのは、マクミランさんの声が非常に、少し節をつけて読むということと、これはいろんな英語を、聞き慣れていらっしゃらない方には分かりづらいかもしれませんけれども、あなたはアイルランド出身で、私はアメリカのニューヨークでして、まあ、一番英語の中でおそらくまあ、通俗的と言いますか、私はあまり綺麗ではないというふうに言われる場所で育ったんですけど、逆に、日本の和歌の心、和歌の声に最もおそらく適した方言というのはアイルランドの方言でないかなというふうに思います。非常にリリカルで、メリハリがあってソフトで大変三好のその秋の風情が大変伝わったということがあったと思います。この様です。それでは2番に、進めていきたいというふうに、思います。どっちにしようかな。読みます。心宛てに、左から。心宛てに、おらばやおらん初霜の、おきまだわせる白菊の花。
それでは右肩、from the first では左右揃いました祝儀を、いたします。左肩が良かったという方は忖度せずに拍手をお願いいたします。同じように空気を読まないようにしながら右肩を、が良かったという方はどうぞ拍手をしてください。まあほぼ一緒ですね。2番目に、関しましては、左肩の価値といたします。右肩とても美しかったです。前が2番目を見て気づきましたけど、振り付けが違う、振りがそれぞれ違っていて、それぞれの、思考といいましょうか、表現を取り尽くしているように思いました。とても良かったです。今回もマクナさんの声がとにかく私たちをこう運んでいくというような寂しさ、聞くのその死のその気持ちにですね、本当に誘っていくようなことでして、大変良かったと思います。秘密兵器を出しましたね。答える
とても良かったと思います。鈴見は長くやってらっしゃるんですか？いや、その少しでございます。あ、そうですか、はい、それは非常に下のその初冬冬の景色にポンとこう音が出て、本当に凛とした気持ちが大変歌に大変融合しててよかったと思います。前はとても滑らかで、鼓の非常にシャープな音に対してとても柔らかい、所作で大変感動しました。特に一度、白い扇で、下のことを言った時に回転をしたんですね。で、扇の先こう地面に全部こう白い、霜が降りているのが見えました。そこが決め手だったのかもしれません。良かったです。ありがとうございます。それでは、3番いっていきたいと思います。読み上げます。由良の塔、左肩。はい。由良の塔を渡る船人、舵を耐え、行方も知らぬ恋の道かな。Crossing the Bay of Eura. The boatman loses the rudder. Is
さて1番が右で、2番が左と、そして3番へと、今、進みましたけれども、引き分けのことを、字と申します。持つという字を書きますけれども、そうならないために皆さんに一層メリハリをつけて拍手をしていただきたく思います。さて、左肩が、優れていると思う方は存分に、拍手を、送ってください。右肩をよし、とする方はどうぞ存分に、拍手を送ってください。患者が座っている席からはほとんど聞き分けられませんですが、まあ、参考にしながら話をしたいと思います。実に難しいところですけれども、3番を右肩の勝ちと、させていただきたいと思います。やり方、本当に危なくないというと失礼ですけれども、危なげないと言いますと失礼かもしれませんけれども、本当に、ずっとそのまま、歌が、流れとなって、身体一人の女性が待ってるというよりも歌そのものの景色が、透けて見えるような素晴らしい歌だったというふうに思います。太田さんは1と2と3と進んで大変確かな歌いぶりになってきました、ね。はい、心の迷いが最後に中が吹っ切れたように聞き届きました。太田さんです、右肩ですけれども、ある意味歌と意外なところがありまして、朗らかに歌ったように、待ったように感じました。非常に美声を浮かべて、この歌も海の大海の上を、一隻の船がたゆたっていて行方知れずっていう大変暗い垂れ込めたその冬の海を想像しますけれども、そこはそれでも、何か一流の希望を持って、船に乗っている人の姿を見ることができました。大変良かったと思います。マクナさんは一つは歌い込んでおられるということもあると思いますけれども、一周ずつ少しずつ成長といいましょうか、声の調べ調子が、成長というのはグロースではなくて声の調べの方ですけれども、少しずつ微妙に変化が、ありまして、非常に孤絶した、個の状況、心の、状況ということを、大変よく評価していたように思います。ご苦労様です。時間が少し、残っているようですので4番といきたいというふうに思います。頑張ってください。読みます。足引きの左肩、足引きの山鳥の尾の下りをの長々し夜を一人かもねん。
では見ていく。The long tail of the copper pheasant trails on and on like the long night alone.Mountains, longing for my では今回、最後と、出したいと、思いますけれどもいかがでしょうか。ここでは判者は余計な煽りを一言も言ずに仕上げていきたいと思いますので本当に、大変本当にそれぞれの良さが、あると思いますし、重ねていって見ていくうちにそれぞれの違い言葉の違いそれぞれの、踊り手のそれぞれの素質や思い考えということは本当に鮮明になっていくような気がいたします。さて、左肩が、良いという方は拍手を送ってください。右肩が良いという方は拍手を送ってください。初めて聞き分けました。ここで判者の示意を挟むことなく、皆様の祝儀に従いまして、4番を、右肩の勝ちと、させていただきます。お母さん、あの3番のところで、はい、だんだんと心がこう本当にこう、こう清らかな水のようにあの澄んでいくことが感じましたけど、4番目のところで若干濁りが出ましたね。すみません、迷いが少しがだいぶ出ましたかもしれません。良かったです。すいません、どうしてもあのいじってしまいました大変良かったです。踊りは本当にあの景色がだんだんとやっぱり深まっていくようなあの感じがしまして、今回、この歌はあのキリギリスではなくてあの鳥の、話ですけれども本当に、そこが、鳥の、長い音、そして長い夜のその、思いというものが一つ一つの所作の中に大変的確に、上手といいましょうか非常に趣がある形で歌い切りました。右側ですけれども本当にあの、一貫、ずっと淡々と、待って、おられる、ことを感じましてブレない。そして一つ一つの歌の中におそらく一つ言葉であったり情景というものを、思い浮かべてあの考えて歌ってくださったというふうに思います。この様です。この最後の歌には、この先の楽器を今回だけ使わなかったんですね。私があの想像するに、歌そのものが、山鳥の王 のシナリオの長流しっていう歌そのものが、英語で、まあ、アテニュエーションと言いますけれどもいつまでもずっとこう残るある余韻であったり響きであったりっていうようなものが歌の中に、あってそれをあえて重ねないという判断
だったのかというふうに想像しました。しかし声はそれと、逆に非常に長く弾く音を一つ一つ日本語の子音と母音のこの交代ということを、最大限に使って歌の心意味というものに重ねて歌われたということは大変こういう音声ですとか声が心に届くという場においても最も多分理屈では生まれない表現心の表現だったというふうに思いました。ご苦労様です。さて、時間と参りましたので1、2、3、4番と、競って、参りました。右肩が3、番、そしてこちらが1番ということで、まあ、総合においては右肩の勝ちというふうにさせていただきたいというふうに思います。お喜びのご様子とこの、今ご覧に、入れました、まあ一種のこの遊びお遊戯のような要素もたくさんありますけれども一人一人が本当に長い時間長い歳月特に白拍子のお二人はですね研究に研究を重ねて、そして翻訳ということを本当に読み上げるということ、大変一人一人の技能であるとか技であるとか準備ということがあってできたと思うんですけれどももともと私たちは歌というものを文字として知り覚え、まあ、歌かるたということは実際に遊びをあるいは競技をする人は歌をではなくて文字としてそして声としてそれを聞いて、競うということはありますけど基本近代においては黙読、それをひたすら読み、覚える人は覚えるということです。第一部では、英語と日本語、言葉の垣根を越えてどういうシナジーあるいは相乗効果というものがそこから生まれるのかということを味わっていただきました。味わっていただいたというよりも我々も非常に、こう一体となって歌を、理解する、まあ、吟味するといいましょうか味わうということができたように思います。第2部においては2つの言語に加えて身体表現ですね、芸能というもの、人の体を通して、歌の意味心というものを、まあ、いわばこう3層に本当にこう重ねていて、その、まあ、高みの上からもともと古人の、心、言葉、あるいは当時のさまざまな情景というものを思い描くことができたように思います。まあ、我々、患者として国文学研究資料館という言葉もないここでは適しないかもしれませんけれどもまさに、読むこと解読していく判読をしていくまず整備をして情報として一つ一つの文献を、全ての人が等しくアクセスをして、鑑賞したり考えたりあるいは、活用するようにそれ我々の基本的な事業の先にあるものを、このことで特に第2部の中で感じ取る先取りをしておられたような感じはします。言葉から声へ声から身体へでそこをその先にさまざまなまた、人々の、渡り合いといいましょうか、絆でありますとかデザインでありますとかひょっとして料理ですとか、いろんな私たちの感覚器官に触れる直接触れるものを、古典籍と、まあ、結びつけるということを一つの糸口が今日示されたように感じました。まあ総評というわけではありませんけどやってよかったなというふうに感じています。皆様いかがだったんでしょうか。ありがとうございます。で英語の今、右肩マクナンさんが読み上げたもの実は、数年前に、百人首を全部英訳をされましてペリカン
フランシーペンギングペリカンじゃありませんペリカン社という、はい、会社はありますけれどもペングイン、ペングインクラシックスという非常に権威あるあのイギリスの出版社からあの出版されまして大変高い評価を得ています。そこから発展しまして歌カルタを、英語でやろうという、ことを思いつきまして、仲間スタッフとともに今英語の百人集の歌カルタを制作中です。来年の春にあの完成するというふうにあの聞いております。一つ一つマピナッツさんの理解英語に翻訳したという立場に、立って絵をですね、現代の日本の絵師に、描かせてですね中には、百人衆あの隣 の, あの部屋にありますけど見ていただきますように分かりますようにほとんど風景が描かれていません。人物が描かれているだけですけれども、今回は季節の、モチーフでありますとか海なのか山なのかというような記号そういった要素を書き込むことによって文化的な、異なるこの背景の、人々が一つ歌にこうスッとこう入って寄り添っていけるような工夫をして、いらっしゃいます。まあ、今日 の, あの一つの授業の大きなことですね。マクミランさんが今まで築き上げたそれから今、成し遂げようとしている新しいあの試みに追うところがとても多かった。こちらの方ですね、左方もですね、この、あの、太田さんがですね、あの非常に長く、あの、先ほど、チャカポンというお話もありましたけれども、本当に、あらゆる360度、日本の文化、伝統文芸、あるいは文化、学芸というものを捉えて、皆川紀園も、マッサーになるようなあの多才ぶりですけれども、人々をやっぱそこに巻き込んで、やっていくということをこれ非常に重要なことでありでそこのこの場を得たということも大変重要だというふうに、思っております。白拍子も非常に研鑽を重ねて、今日 の, あの講演があったわけですけれどもまたこれからもあの演奏講演があの予定しているというふうに聞いています。そうですね、うん、ありがとうございます。本当に前音と白拍子ってはっきり分かってない部分がたくさんあります。文献でも分からない部分をやりながら奉納お寺神社の前で奉納しながら研究している団体です。3月もいつでしたっけ。3月9日に北野天満宮の曲水の縁に白拍子舞としてあの奉納させていただきます。よろしければぜひぜひチェックしてください。はい、今日は英語とあの日本語だったんですけど北野の、曲水の宴は男性は漢詩女性は和歌という、まあ、和漢老栄和漢の境を紛らわすというか、うん、今日の趣旨に近いことを私たちみんな研究しながらやっておりますので、はい、よろしく。抜杯方式ですか。抜杯方式ですね。今日は私負けましたので実は私の一番命より大事なものを勝者の方にやっぱりこれは戦いなのでそれです、はい。商売道具です。はい。はい、よろしくお願いします。バッパイとおっしゃいました。はい。いくさはあって勝者も敗者もあのそれぞれの道へあの長く生き残ってあの研鑽を積んでいかれるだろうと思いますが、まあ、日本の、仏教の中には恩親平等という言葉がありまして、戦っても、戦が済んだ翌日から、平等である、まあ、それぞれ仏性もありさまざまな縁西へによってつながって命としてつながっているものということですので恨みこなし、ということであのぜひこれからも仲良くやっていっていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、これをもちまして、和へ歌合わせを終了とさせていただきます。皆様大きな拍手をお送りください。
それでは、これにて全てのプログラムを終了いたしました。皆様長時間にわたりどうもありがとうございます。それでは最後に、ロバート・キャンベル館長から、お言葉いただきたいと思います。お願いいたします。お疲れ様です。本当に長い時間、特に前方の方の方々は足がちょうど多分しびれているところだと思いますので、よく付き合ってくださいました。私たちはこのデジタル発和書の旅、今年の、春、まだ寒い雪が、残っている時に、宮城県の鳴子温泉で1回目を、実施をいたしました。温泉を、ある大変素敵な公衆浴場がありまして、そこを、占用しましてですね、普通はお風呂から上がったところでちょうどこういう空間がありまして、皆さんが涼んでいるところで、1回目をさせていただきました。宮城県古川、鳴子、大崎市の方々がたくさん駆けつけていただきましてやりました。今日の、私たちの2度目の和書の旅を経て振り返って考えますと、ちょうどまあ初春でしたけれども、まあ、寒さということもあったかもしれませんけど、少し硬かったような気がします。発信をする、これだけのことをみんなでこうやってるんだ、皆さんに分かっていただきたいっていう一心で、多分発信のがとても働いたように思います。ですから、こういう場というのは発信ではないんですね。まあ、更新をすると言いますか、ここに集まって縁があって、一人一人、何かチラシを見たり、インターネットを見たり、あるいは中には私たち の仲間も中にいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それぞれの思いで集まってきまして、それぞれ の経験、それぞれの、知識や好奇心が赴くままに、それを、私たちも迎えて、あるいは引き出して、一つの、まあ、まさに、作品のようなその形で、一つ作っていく、立てていく、ということが重要だな、あるいはやってみればできるなということを今回、私はそちらの方にも半分いて、こちらの方に半分いたものとしては、実感をいたしました。まあ、そういうことができる時代、講義のようなものは非常に重要ですけれども、一方的に何かを、情報を流す、発信をするということではなくて、むしろ演習的、ゼミ的、お互いにそれぞれが持っている関心、それも喜怒哀楽ですとか、そういうことを排除する、主観性というものをあえて排除するものではなくて、しかし、何往復を、まさに歌合わせではないんですけど、何往復をすることによって、一つの一種の歌、一つの言葉、一つの事象ということに肉薄していく、共通の一つの理解を得るということが、まあ、今回まあ、立証できたんじゃないかなというふうに、思います。私たちは、今回、まあ、文化庁の、支援を、いただきつつ、このナイジェル芸術競争ラボというもの2年目ですけれども、続けていきたいというふうに思っていますし、続けてこそ、さまざまなその成果としての作品だけではなくて、今日もそうですけれども、その過程において一つ一つ一里塚を、立てて、杭をこう立てていくことによって、波及をしていく、いろんな方々、と共に、結んで、そして大きく、あるいは広がっていくというようなことをしていきたいというふうに思っています。まあ、ちょうど日がちょうど暮れようとしていまして、寒くなってまいりましたので、皆さん今日本当に気をつけて、お帰りいただきたいというふうに思います。また次に私たちが、こういうイベントをするときは、インターネット、私たちの、ウェブサイトから事前に告知をしますので、ちょっと京都から少し離れたところになるかもしれませんけれども、ぜひ注目していただいて、駆けつけてリピーターになっていただきたいというふうにも思っている次第です。今日本当にありがとうございました。それではこれをもちまして、デジタル発和書の旅、ひるがえる和歌たち、扇と翻訳で琴に遊ぶを終了いたします。皆様本当にありがとうございました。
お帰りの際には受付でお渡しいたしましたアンケートにご記入いただきますよう、係の者にお渡しいただきますようにご協力お願いいたします。また吉川直人先生の貴重な客人種カルタをお借りしておりまして、まだもう少しお時間ございますので、まだご覧になってない方ぜひゆっくりとご覧くださいませ。それでは、お履物のお取り間違いがないようにご注意いただきまして、お気をつけてお帰りくださいませ。皆様本日はありがとうございました。もっといいのはここに金泥で植物がかかる。これ箱がね、おしゃれやな。